お疲れ様でした。お疲れ様です。本日の試合の振り返りをお願いします。で、3戦目ということで勝てばグループステージ突破だったので、まあみんなで力を合わせてまずは勝ててよかったです。得点シーンの振り返りをお願いします。1点目はセットプレーだったんですけど、あれは自分たちでデザインして狙ってた形なので、うまく自分のところに流れてきたので押し込んだら入ったのでよかったです。2点目は、まあ、味方の選手が左でドリブルで運んで、まあ、怖いところにいいところにボールが入ったので、自分はそれを信じてゴール前に入ったらボールが来たので、あとはしっかり流し込むことでした。ありがとうございました。ありがとうございます。